今週の注目馬ザ・ピックアップ。この動画は宗広義隆の中央競馬全レース開講ライブ放送の過去の放送データをもとにピックアップした注目馬のまとめ情報になります。こちらが狙い馬についている印の解説になります。気になる方は動画を止めてご覧ください。はい、では土曜日中山競馬場です。金曜日段階での天気予報は晴れとなっています。7レースのバシリエフスキーは重いダートで巻き返し注意という馬です。芝ダートの重い軽いについては概要欄に説明がありますので、そちらをぜひご覧ください。8レースの前のリビエールは重いダートなら差し込み一発という馬です。三角の状態です。10レースのトンボイは時計の速い重い芝で狙いたい馬となっています。三角の状態です。10レースのメインターゲットは重い芝の 1200m がベストという馬です。10レースの雪のファラオは 1400m がベストと考えている馬です。では土曜日中京競馬場です。金曜日段階での天気予報は晴れとなっています。7レースのミツルハピネスは軽い芝でさらにというふうに考えている馬です。8レースのストロングラインは重いダートで巻き返しを注意している馬です。10レースのアルサトアは時計勝負の小回りで狙いたい馬となっています。花田と直吉です。10レースの日本ピロスクールは持久力勝負に強いと考えている馬です。三角の状態です。10レースのワールドスケールは 2000m への適性を見せている馬ですが、瞬発力勝負には疑問符がついている馬です。三角の状態です。11レースのサクラアリュールは上がりかかる重いダートで一発ハンデ戦がベターという馬です。11レースのサンデーウィザードも上がりかかる重いダートで一発ハンデ戦がベターと考えている馬です。三角の状態です。はい、では日曜日中山競馬場です。金曜日段階での天気予報は曇りのち晴れとなっています。4レースの鈴の稲妻はオールダートの軽いダートで狙いたい馬となっています。6レースのネオレインボーは芝のレースの単票で距離延長に触しということですので、ダートの今回は確固となります。6レースのハッピーアナザーは危険マークがついていて控える競馬が鍵ということです。7レースのブレイクアップは軽い芝だいぶ怪しいとしている馬です。8レースのエマージングロールは危険マークがついていて砂かぶる形に注意しておきたい馬です。8レースのロングランは重いダート後者となっています。10レースのバリアメンテは瞬発力勝負が見たいと考えている馬です。12レースのワイドカントは重いダートの 1400m がベストとしている馬です。はい、では日曜日中京競馬場です。金曜日段階での天気予報は晴れとなっています。7レースの帝王ソロスは直線平坦なコースで狙いたい馬となっています。7レースの帝王ロイヤルは危険マークがついていますが、これは小回りコースでチェックしたいということですので、今回は確固となります。7レースのリベットはダートでの単票になりますので、今回は確固となります。7レースのロアンディシーは危険マークがついていて瞬発力勝負はどうかという考えです。8レースの北のエクスプレスは軽いダートが合う昇級でもという馬です。9レースのバーデンバイラーはダートでの単票になりますので、今回は確固となります。10レースのウィンダークローズは重いダートでさらにと考えている馬です。10レースのコパノリッチマンは軽いダートでの見直しを注意している馬です。11レースのエアロノアは 1600m、1800m どちらがいいかを見たいとしている馬です。三角の状態です。11レースのトラインは直線長いコース、そして良好な馬場レベルで狙いたい馬となっています。12レースのシャークスポットは 1800m が見てみたい重いダートな直吉としている馬です。三角の状態です。レベルが上がりました。今週の注目馬は以上となります。毎週の解雇による競馬力アップは月曜日19時、宗広義隆の中央競馬全レース解雇をご覧ください。この動画に対する高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。今週の競馬も頑張りましょう。失礼します。